もうずる向けですよ何がズル向けかっていうと何かこう私の場合は白髪なんですよ結構でも染めてるんですよね今日はね眉毛も染めてるんですよだから眉毛ちょっとキリッとしてるでしょこれで1歳ぐらい若く見えるじゃないですか50歳です私50歳ねでもこれが白髪まじりだともうちょっと年齢老けてるように見えると思うんですよだから見た目を若くしようとズルく生きてるんですよね それから白髪じゃない場合は男性の場合はちょっとハゲてきますよねそのハゲを何とかあの髪の毛を増やしたりとか前に髪の毛を捨てたりとかして結構ね若く見られようと、うん、もがいてる奮闘してる姿がありますけどもいずれにしてもずるいね過少しでも自分をごまかしてモテようと思ってるというねこのずるさがそこにあるのかなとでもずるさがねあの行き過ぎない限りは生きる知恵であったり狡猾さであったりね 賢さががるんじゃなないいかなっていう気がしますよねどうやってこう売り上げを最大化するかやっぱりゴールデンウィークみたいな連休みたいに売り込みがあるとなんとなく財布の紐が緩むし年末年始もちょっと頑張ろうかなって気になるでもゴールデンウィークに商品買うってことはゴールデンウィークけけにやらなないいないいいととってことなんですよゴーールデンウィークの1週間なら1週間にねいきなり稼げるようになるからさならないわけですよ。でそこから3ヶ月6ヶ月1年2年ってやらないと稼げるようにならないわけですよ。 つまりゴールデンウィークにあ休みだと思って買ったテンションが休みが終わっちゃうとねもう忙しくてやってられなくなるんで買いっぱなし売りっぱなし金払いっぱなしということで <laughs> 結局みんなやらなくなるというねうんやらなくなるんですよね、うん、いやほんとねでも1年経ちました FX の専門スクールも実績者が出てよかったと思いますよ、うんまあ、結構な確率で出たんでね、えー、今度あのずいぶん前にお話しましたけどもあの まあ私のね、FX の技術っていうのは、あの、そこそこですよ。そんなトップ級、プロ級、一流ではないと思います。ただし、利益は出せるようにできます。利益は出せるようになるのと、何がね、レベルが高いかっていうと、サポートの濃さと速さじゃないかなと思いますよ。1年間みっちりやってきました。まあですんでね、またね、えー この FX の講義お送りしますんで、ちょっと遅ればせながらですけども、結構この1年でもね、高いレベルの講義ができるようになりました。高いレベルの講義は何かっていうと、FX で勝てやしねえよ、そんなのっていう人に、もしかしたら勝てるかもしれないっていう風な希望を与えるようなネタがたくさんできたんですよ。で、実際そういうのを足がかりにやっていくと、あこれもできるようになった、これもできるようになったっていう風に、階段を一歩一歩登るように、地味だけどもコツコツと力を貯めていくことができるってことになりますね。で、FX っていうのは、買うか売るか2択なんですよ。 だからちょっとだけバランスを崩して51対49にすればお金は増え続けるって流れができるんですよ。あとは資金投入力を高めていくだけになりますんで、あのコツコツとね、どっかで稼いだお金をどんどんこうね、ドルコスト平均法みたいに積んでいくだけっていう、本当簡単なロジ,ロジックです。短期間で一気に稼ぎましょうとか、今年中に下収100万ですみたいな、そんな FX の売り込みなんてのはどっちかっていうとやりすぎです。そんなことはないです。そんなことはないんだけども、でも3年後には下収100万、これはできますからね。 3年後じゃなくても2年後とかね、うん、そっちを目指して FX オリアルヒア進めていきたいなと思ってますねうんずるくいきましょう FX で稼ぐなんてずるい確かにね FX は社会的意義は全くありません個人的に儲かるだけですずるいかもしんないいってらっしゃい